サイレントヒルを復活させるにあたって、まずサイレントヒルがしばらくお休みしていたので、その間に世の中にたくさんインディーホラーゲームが出てると。でサイレントヒルの影響を受けたタイトルもたくさん出てますよねと。その中であえて今サイレントヒルを復活させるとしたら、そのアイデンティティをですね、ブランドのアイデンティティをしっかり再定義して尖らせていかないと目立たないと、差別化しなきゃいけないということがありましたと。でじゃあどういうものがブランドのアイデンティティなのかというと、トゥルーサイコロジカルホラーですというところで、なので、2をリメイクしましたし、それを中心に今回のプロジェクトを立ち上げました。今回のタイトルでその、オリジナルで結構指摘の多かったコンバットデザインですね。でそこを、改善していくにあたって、クリーチャーのデザインの、その何て言いますか、動きというか行動からやっぱり変えないと難しい点があったので、そこに関してはその、オリジナルのデザインを踏襲しつつ、なんとかそこにリメイクならではの、戦闘の面白さができるような、そのリメイクの追加といったらちょっと 変かもわからないですけど、そういった改善はいくつかの時に対しては行っています。ブルーバーチームさんが非常に原作への愛が強いチームでもあるので、すごく分かりやすく何か敵の種類を増やしてるとかはしてないんですけど、ただオリジナルだとそんなに面白くなかったコンバットがよりちゃんと楽しめるようなコンバットになるように、細かいところをAI であったりとか細かいそのデザインだったりを変えたりしています。ので、変わってないように見えるけど変わってるっていう、よく見るとすごい変わってるっていうところが、もう本当にあちこちにそういう丁寧な仕事をされていて、こんなに原作に対してリスペクトが高すぎて、逆に高すぎるんじゃないかぐらいに本当に丁寧に作っていただいてますね。今回は楽曲ですね。楽曲の方を中心、オリジナルの方では効果音も全部やってたんですけど、今回は楽曲の方を、リメイク作品として、作ってるっていう感じですね。いろいろ考えたんですよ。リメイクっていうと、例えばですけど、音楽で言うと何でしょう、原曲があってアコースティックバージョンとかオーケストラバージョンとかあると思うんですけど、僕なんかそういうのってなんかこう作り手側としてなんか自分に飽きちゃってて、なんかそういうアレンジをしちゃうというか。でもリメイクに関しては、今回のリメイクに関してはやっぱりユーザーさんがここがね、ここがすごいこう好きですというか、ここがすごく心に打たれましたとか、なんかそういったところを何でしょう、変えずに作るというか、そういう音楽性、言葉で言うとすごく安いですけど、変えない、もちろんまるっきり全部作り直してはいるんですけど、その変えないより強くというか、当時の思いをさらに今に訳して作ってるっていう感じですかね。今回設定でちょっと伊藤さんともお話しして、ジェームスの設定年齢を少し引き上げてます。それは20年経って当時のファンの方たちも年齢が上がってるということだったり、やっぱりビデオゲームを遊んでるユーザー全体が平均年齢が上がってるということもあるので、より大人としていろんな苦悩を味わった人間としてのジェームスを描こうということで、若干ですけど年齢を引き上げています、設定上は。なのでより老けて見えたのはそれは間違いありません。これはリメイクなんだっていうところを強く主張するといった意図も、個人的には含まれていると感じています。
まあ、そもそも PS2 の頃だと、うん、ちょっとその微妙な、そのなんていうか肌の表現までなかなかできなかったじゃないですか。だからあのどうしても若く見えるというかツルツルの皮膚になっちゃうんですけど、うん、やっぱり PS4 とか5とか世代が上がっていくにつれて、そういう微妙な年齢感、まあ、老人であったり中年であったり、まあ、30過ぎであったり、そういったものが表現できるようになってきたので、まあそれでちょっとあのリアルな、より説得力のある年齢感にしようということになりました。あの、まあ、当時のその低い表現力の中でプレイヤーが想像力で補っていた部分っていうのはあると思うんですけど、まあ、そこに関しては、まあ、あの完成したビジュアルを一つ見ていくとですね、やっぱりこの雰囲気の再現力は非常にあのブルーバーチームは高いので、 そこを実際にあのコントローラーを持って歩いていただくと、あのその歩いてるからこそのこの雰囲気の怖さってものを、まあ、プレイステーション2のオリジナル以上に感じていただけるんじゃないかと。だからそこはイマジネーションでユーザーが補っていた部分に対して、最新テクノロジーの力とブルーバーチームの努力によって具現化したこの雰囲気空間を、あの実際歩いてみていただけると非常によく分かるんじゃないかと思います。画面全体がその、まあ、ワントーン明るくなったがゆえにその、暗闇での恐怖というのか、その、まあ、スポイルされてるっていう問題は、あの、まあ、リメイクに限らず PS4 の頃から言われてる問題の一つでもあると思うんですよね。暗い画面の中でユーザーの想像力で生まれていた恐怖に対して、今回は 4K の大画面で実際にそこをこう 歩いたり体験するというところの恐怖に重きを置いているので、あのそこはですね、ぜひあの遊んでみていただいたときに、あの多分、あ、なるほど、こんだけ緻密に描かれている世界だからこそ伝わってくる恐怖ってあるんだなという、そのあのこと、そのための 4K であり、あの 4K グラフィックであり、あの最新機種なので、あえてプレイステーション4ではなくてプレイステーション5だけにあの対応しているというところも、その辺が理由なので、ぜひですね、それは 4K のあのサイレントヒルの街を楽しんでいただければ。僕個人としてはあのそこまであの心配しないでこうリリースを、まあ、待ってほしいというところもあります。僕自身がやっぱりサイレントヒルのファンでもあるので、長くファンとしても続いてってほしいなっていうのは、最初にまあ20年前に作っていった自分でもあるものの、まあ、当時からずっとサイレントヒルのファンでもあるんで、このあとずっと30年40年50年100年とね、このタイトルが続いていくといいなっていうのは思ってますね。サイレントヒルの未来については現段階ではまあ僕もちょっと、まあ、どうなるか全くもっと分からないっていうのが正直なところですけど、きっとあのサイレントヒル1から2へこう、移行するときに、あの、まあ、内容が変化したように、これからのサイレントヒルの多様性を歩んでいくというか、きっとあのユーザーの人たちの想像しえないような方向性にはなっていくんじゃないかなとは思うし、まあまあ、個人的にもそうなってほしいなっていうのは強くあります。そうですね、あのサイレントヒルのこれからっていうところで言うと、やっぱり今回リメイクだけじゃなくて新作も複数発表させていただきましたと。でやっぱりシリーズの復活ってことをユーザーに納得していただくためには、単にリメイク1本ってダメだろうと、それはもう最初から分かっていたことなのでそうしました。なので今ユーザーの皆さんは、まあ、まさにそのサイレントヒル F のようなあの和風ホラーのものを見ていただいて、思った以上にいい反応が返ってきて嬉しいんですけど、まさにあのこれからのいろんなサイレントヒルというものをあの楽しみに待っていていただけると、もうものすごくですね、いろんなクリエイターの人と話していろいろ議論して、まあ、残念ながらプロジェクトがスタートしなかったものもあるんですけど、あのこれから発表されるものもあるでしょうし、やっぱりサイレントヒルの未来がどんどん続いていくし、そこはユニークでアート性が高くて、あのオリジナリティがあるものを出していくっていうのがこのシリーズの大事なところかなと思ってますので、
シリーズを復活させるというのが僕の仕事だと思って取り組んでいます、はい、今まではちょっとサイレントヒーローを復活させるということ自体が秘密だったのでなかなかですね大っぴらにみんなサイレントヒーローの脚本を持ってきてくれと宣言できなかったのであまあ今であればある意味できるのでぜひですね全世界のサイレントヒルが大好きなデータの方たちはコナンの企画を持ってきていただければ僕はちゃんと全部一つ一つ見ていきますので大募集というところですかね。はい、Could she really be here waiting for me?